公益財団法人イオンワンパーセントクラブ主催第22回中学生作文コンクールテーマ私にできる気候変動対策この動画を見てみんなも応募しよう講師は教育アドバイザーやコメンテーターなどで大活躍中の清水昭弘先生です 第四回地域で活動をしてみよう皆さんこんにちは教育アドバイザーの清水昭弘です公益財団法人イオン1%クラブ中学生作文コンクールこれで書ける作文の書き方解説動画四本目になりますこの動画でお話しすることこの一番最後のこちらになります 前回の動画で私は最後にこの4本目を見てもらって初めて伝えたいことが伝えられるよっていうふうに話しましたつまり作品3つ目を紹介して初めて伝えたいことが伝えられるよっていうふうに言いました皆さんまさにここに書かれている地域で活動をしてみようここまで私はきちんと皆さんに伝えたかったんですね。 これから紹介する作文は地域での活動をもとに書かれています。前回、前々回の動画で紹介させてもらったのは個人のお家での活動だったり、あとは専門学校との共同研究であったりしたわけですね。皆さんの住んでいる地域での活動、 これに挑戦してほしい。そのために調べてみてほしい。そんな願いでこの作品を選ばせてもらいました。ぜひ一生懸命ここから読み取ろう。自分の参考にしようと思いながら聞いてみてください。まず動画1本目。書き方の復習です。型を活用しよう。そして一文短くし。 そして、経験を入れよう。そんな話をしました。では、これを踏まえて、優秀作文。最後の、地域を巻き込んでの活動。それを使った作文を皆さんに紹介してみたいと思います。福島県の中学1年生の作文です。未来を救うシュレッダーゴミの再利用。ぜひご覧ください。 どうぞいかがでしたか地域での活動きちんと書かれていましたねではどこが上手なのか どこを参考にできそうなのか一緒に見ていきましょう。まず1枚目こうでした。この作品を読んだ皆さん少し驚いたところもあったのではないでしょうかだってここに書いてある通り「私の学校は全校生徒5名のとても小さな学校だ」と書かれていましたからね。全校生徒で 一クラスでもなく一学年でもなく全校生徒で5名。びっくりした人もいると思います。でもこの5名だからこそできる経験っていうのを彼女は書いてくれたんですね。それがこのリサイクルしてきたシュレッダーゴミの再利用なんですね。ここでの経験を踏まえて さらに補足、学習を加えて、そして自分の経験を続けてくれているんです。そしてこの書き方がまた素晴らしいと思いました。どこが素晴らしいか。読んでいてその情景が浮かぶ表現だ。そう感じた人もいたのではないでしょうか。私もそう感じました。なぜこのような 情景が浮かぶ表現ができるのかといったら、理由は二つあります。一つ目は、経験をしているから。二つ目は、その経験に、真剣に取り組んでいるからですね。受け身で、ただやらされているのではなくて、自分から頑張って取り組んでいる。だからこそ思い出すときに、 いろんな情景が浮かぶわけなんですそれを言葉にできている。ですから皆さん大きな経験ではなくて構いませんので経験をする時っていうのは後で作品をイメージして後で作文にするんだよってことをイメージしながら丁寧に見えている風景だったり結果丁寧に観察するようにしましょう。そして3枚目でも 情景が浮かぶ表現がたくさん見られましたとても素晴らしいと思います地域の活動がありそしてきちんと経験をしそれを表現にしているおそらく彼女は作文に書くときそして書いた後声に出していると思うんですね皆さんにおすすめなのは自分の書いている作文もしくは 書き終わった作文を声に出して誰かに読んでみるということですもちろん自分一人で読むだけでも意味があります読んでいるときにつっかえたりあれ何かこれ変だぞ伝わりにくいかもしれないぞと思ったら書き直すチャンスですそして人に読んでみることでその人がここわかりにくいよ とか、ここもっとこうした方がいいんじゃないかってアドバイスをくれるはずですそこでムッとせずにありがとう、じゃあ活かしてみるねと素直な気持ちで作文書き換えてもらえたらいい作文に仕上がると思います今回のまとめです地域での取り組みに積極的に参加できているこれは素晴らしいですねそして具体的に表現できています 皆さん是非皆さんの住んでいる地域で行われている活動を調べてみてください。そして2つ目情景が浮かぶ表現これは素晴らしいですしこれは充実した経験あるからこそのことですね。経験と表現、セットで捉えましょうそして3つ目これだけ読みやすい情景が浮かぶ表現だということはきっと音読しているはずだという話をしました。 皆さんも誰かに音読をしてみて、いい表現使えているのか、情景浮かぶかどうか聞いてみたり、どうしたらいい表現になるだろうか、伝わりやすい作文になるだろうか、そういうことを一緒に話し合う作戦会議をしてみてはどうでしょうか。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。いかがでしたか。公益財団法人イオンワンパーセントクラブ中学生作文コンクールに。 参加しよう参加したいと多くの人が思ってくれたらとても嬉しいです今回は動画で3作品を紹介させてもらいましたでも金賞を取っている作品っていうのは全部でであるんですねその中で3つ選んで紹介させてもらいました なんでその3つだったのかというとその3つだけが素晴らしいのではなくて皆さんにこういう活動があるよ例えば専門学校との研究お家での研究地域での研究活動この研究や活動3パターンあるよってことを紹介したかったので3つ皆さんに紹介させてもらいました。ってことは残りの7作品 もうきっと素晴らしいはずだということを皆さん想像してくれると思います。ぜひウェブサイトからご覧頂ければと思います。それでは皆さん作品をこれから頑張って書き上げて私たちのところまで送ってください。皆さんの作文を読むのを私は心から楽しみにお待ちしております。またどこかでお会いできるのを楽しみにしております。頑張って書いてください さよなら公益財団法人イオン1%クラブでは中学生が社会問題をテーマに自分自身の考えをまとめ書く力を養うことを目的に2003年から中学生作文コンクールを開催しています今年度のテーマは私にでできる気候変動対策です豪雨や猛暑など私たちの生活に及ぶ気候変動の影響は深刻です次の世代を担う中学生の皆さんに作文を通してこの問題を考えていただきたいです ぜひこの動画を見てコンクールに応募してください。